藤村でございます。嬉野でございます。はい、もうそして、はい、今回のゲスト本間明光さんでございます。もうもうですバッテリーもちょうだい。よろしくお願いします。いや、あの我々もう知り合ってからというかね、一緒にお仕事をしてずいぶん経つでしょ。もう長いですね。10年以上あるわけだよね。そうですよね、はい、最初にまあ、本間さんと僕、うん、初めて本間さんと会ったのは、うん、ポルノグラフィティのライブの後だっていうのは覚えてるんですよ、うん、あれ厚生年金ですよ。厚生年金、札幌の厚生年金の楽屋で。あ、そうそうそう、楽屋で、うん、それどうやって会ったんですか。いや、ポルノグラフィティ大好きで。あ、ポルノさんの楽屋に行ったらいらっしゃる。ポルノさんっていう言い方なんかあれポルノさんの楽屋じゃなくて、まあ、その前に実は本間さんよりも先に、うんうん、直人君とか、いろいろと柏木さんとかとお会いしたことがあって、それで呼ばれて行って、その後に本間さんにお会いしたっていう。それいつ頃ですか。あれだから、いや、もうずいぶん前ですよ。これ2005年の祭りの前ってことですか。もう全然前ですよ、ね、そこですよ。そこで初めてですよ。で、そこからですね、どういう経緯でこうなったのかよく分かんないぐらいトントン拍子にドラマの劇版やってもらったりとか。だから最初が歓喜の歌なんだね。そう、忘れちゃダメですよ、ね、今直前にちょっと確認したけどてっきり見える日だったね。見える日からだと思ってたら、歓喜の歌っていうのがあれ2000何年だっけ。8年2008年で、その時は撮影には行けなかったんですよ。それ行こうと思ってたんですか。あ、やっぱ思ってたんだけど行けなくて、で、おばさんの会館で、はい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 、コーラソロやった、撮りましたね。そうだわ、で、その前にいましたね。いたわ、いた。で、リハはやったんですよ。リハはしないでやったんだけど、で、ママさんコーラスとか呼んでやるって話になったんですけど、で、おばさんの会館で撮るっていうので、やっぱりそのホールのシーンみたいな、うん、そうだね、それやったね。もう忘れてるの、にわかに思い出したもういいごちゃになってるんだよ、うん、ていうか、まあ、そのきっとその歓喜の歌やってもらったんだけど、さらにもっとね、突っ込みたいっていう勢いが本間さんの中にもあって、きっと次の見える日の時にはもう初っ端からもう、そしたらシナリオハンティングから来たっていうね。音楽制作、これおかしいと思ったもんね青木郎をシナリオハンティングに連れてきたところにどうして音楽家がいるんだみたいな。シナハンっていうのは要はまだシナリオができてない段階よ。シナリオなんかできてないし、ね、シナリオにするための要素っていうものをなんかこうピックアップして探しに来るっていう、そういうあれですからね。そのタイミングで本間さんも一緒に来てて、音楽一緒になんか変な宿に泊まってましたもんね。そう狭い雑魚寝みたいな宿に泊まってた。でもあれ行ってよかったんですよ、ね、まあ、ね、いや、俺らもその印象強いんです。なんかね、やっぱりその風景、石狩川のね、そうね、流れてる川の音とか、そう、いろいろやっぱり風が吹いて ね、いや音生まれるんですよね。あの曲はちょっと良かったんだよね石狩川のこの中に流れるような感じのね。で、寒いね、海で、電信柱の、あれがピン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 鳴るんですよね、ぶつかって。あれなんか横断歩道橋かなんかのカンカンいう音を聞いて、ああいうのってね、ずっと録音してたんですけれども、行かないと分かんないですよ。分かんない。現場びっくりしたもんね。オープニングですよ。オープニングそのね、歩道橋の、江別の、おでっかいその、まあ、駅をこうまたぐ大きい歩道橋があって、そこにね、主人公である安田顕がね、大きい荷物を持ってこう歩いてくるわけです、とぼとぼとね。そこで何か彼の何かが当たったのか、風の音なのか、カラーンって音が一個するんですよ。そうです、なんかこのなんかね、その音に合わせて音楽を始めるとかってこの人言い出して、俺あの音一回意味ねえから消しちゃったんだよそしておばさんから、あれ音なくなってるんですけど、いいですよね、カラーンっていう音からなんか音楽を始めようみたいな意図があったらしくてみたいな、ね、あなたのそのデリカシーがあるようなないような、あるようなないようなところがいいですよね、あれ音消しちゃうんですかって言われて、まあ、ね、あれ音程でやりたいなと思って、ね、であそこから始まったんですよ。そうだよね。あとはあれ、ね、現場の音も録音してたの、シナリオハンティングの時に。シナハンティング撮ってたんですよ。あとはボートの低音、ボートの低音、ボートの
あのエンジン音っていうのも あの最初にタイトルが出るまでのこの川をバーっと行く時のあのアラコの始め方もこの音からですみたいなことを言ってて、今聞いてほしいね。チャーラララってやつをね。聞いてほしい、このタイミングで聞いてほしい。聞いてほしい。そこまでこだわって。ね、楽しかった。楽しかった。うんね、寒かったけど。めちゃめちゃ。最初から最後ずっと入れてくれたもんね、うん。あんな寒いことってあるんだと思うんだよね。寒かったんですかね。あの、うん、うなぎの漁師さんの話。そう、やつめくん。本当にこんな寒い場所があるんですか。雪も何も降ってないから、ね。そうね。ね、ごめんなさいね、もうやっぱりさ、いきなりこういう話になっちゃうわけよ。非常にもう前振りも関係なくその時のことを言っちゃうっていうのがね、やっぱ確かにね。だから今回ちょっとあの司会を立てたって、ああ我々だけで話してると、ね、我々の思い出話がすごいから、そうですね、あの基本的なところを、基本的なところをね、やっぱり触れなくなってしまうぐらい窮地の中でいらっしゃるので、うん、基本的なところを、そもそもまだ話出てませんけれども、うん、水曜どうでしょうの予告編ですね。そうだね、もう藤村さんがとっても思い入れのあった予告編を、うん、これも2008年の DVD から。そう、そうなんだ。2008年の DVD からなんですか。第10弾と書いてある。はあ、ははあ、そうなんだ。ジャングルぐらいですかね。ああ、いや、あのね、僕ね、だから多分お知り合ってもう本当割とすぐこの方に依頼したんだと思うけど、うん、すぐです。すぐなんだ、すぐです、ね、ものすごい大役が降ってきたと思って。で、自分が それあるよね。そう、自分も話だから、うん、だからあれがどういう意味を持ってるかって分かるわけですよ。分かりますよね。だからね、スターウォーズのオープニング変えるようなもんですよ、うん、そうそうそう、これ大変なんですよ。絶対そうですよ。あれもうね、焼肉屋ですよ、8000っていうね。そこでこの人に随分と熱心に話をしてるのだけでは鮮烈に置いてます。あの、要はあれガメラ2っていう映画の、あの、まあ、音楽で、ガメラ2の予告編もあの音楽だったわけですよ。で、私それを丸パクリして予告編を作ってたわけですよ。で、まあそれでもそれで全然いいなと思ってたんだけど、割と権利関係高くなっちゃったんです。そう、だんだんちょっとお金のことをなんかね、お金のことを考えると、いや、これを DVD にするんだったらオリジナルでとか、いや、あれをそのまんま楽曲を使うんじゃなくて、あの、打ち直したりして、はい、そうそうそう、あの、まあ、打ち込みでやったんですよね。作ってたのよ。でもそれだとやっぱりね、あの、迫力ないわけよ。ということで、これはもう逆に言えばオリジナルで作っちゃってっていうことで、しめしめとこの方だったら作ってくれんじゃねえかと思ってお話をして、で、まあ、あの、大きくね、その変わる あの、あれからイメージを変えることなく、なんかうまいことできませんかね的なこと言ったら、本間さんがなんかね、木星の、そう、ジュピターみたいな感じでねって言ってたんだよね。ジュピターあれ火星かな、どっちかっていうと。すごいね。何にしてもホルストのあの辺で、そしたらなんか藤間さんが宇宙戦争みたいな感じにしたいみたいな話とかって宇宙戦争の話は聞かない方がいい。そうで、だからあの辺の感覚でオーケストレーションした方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、うんうん、それはやっぱり自分だけではなかなかできないんでね。で、テイホーって頼んで、で、テイホーがちょうどもうあんまりそんなに映画とかやってなかったんで。そうです、そうです、そうです。あの後、ま、だからゴジラ、シンゴジラとかやってるんですよ。もう彼やってんの。オーケー本元の方やってんの。そう、シンゴジラ、その彼が、そのもうちょっと以前ですよ、うちの予告編の音楽のね。そうそう、シンゴジラのなんかそのアシスタントは、あ、そうなんだ、をやってるんですけど、オーケストレーションとか結構やってるんですよね。で、その先駆けですよ。そう、オーケストラを使いこなすのが素晴らしい。で、本間さんが言ってたの、彼さえ掴んどけば大体全部書いてくれるからって言うんで。本当。だからコードワークと流れとメロディーとで大体のイメージだけ伝えておいて、うん、あとちょっと積み上げてもらったら、そしたらそのやっぱオーケストレーションっていうのはね、彼みたいにやっぱりずっとそれ専門でね、やってきてる人にはやっぱかなわないんで、やっぱりそのクラシカルな知識でやってもらって、なるほど。そしたらもうあの宇宙戦争ですよ。そうです。私だからあれを録音するスタジオに行きましたよ。お二人とも行かれてるんですよね。行った気がするんだ。行った、すごいなんかスピーカーかなんかで聞かされて、なんかびっくりした気がする。そう、いや結局さ、うん、ほら、あのバイオリンだったら直人くんが何箇所も弾くわけよ。なんかそれを合わせていくんだよね、なんかね。でもまあ何人も5、6人とかいて、それがどん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 こう合わさっていくっていうの
現場で聞いてて、うん、いやこれすげえなと思って席を変えたりして弾いてた、そうそう、やってたやってた、ね、で同じ席で撮っちゃうとどうしても、ね、同じ人が同じ席でやると同じ音になっちゃうので、ね、拾わないんですよ。だから席替えして入れ替えて、ね、ちょっと遠くになったりとか近くになったりとか、やっぱり人間の気分ってね、もう全然変わりますよ。あと場所変えるとか、場所変えたりとか、でも割とほらなんか細かいパーカッションとかいろんなの入れてんだけど、みんな俺あの時びっくりしたのが、練習してきてるわけじゃなくて、その場で楽譜渡されて、その場で 2,3 回弾いてもう本番っていう、俺が信じられなかったね。クラシックの人そうなんだよね。そうなんだよね。俺びっくりしちゃって。だから譜面にも強弱も書いてあるし、全てやっぱりあのデータが入ってるんですよね、譜面は。そうなんだね。てデータだから、だからそこをどういうふうに演奏すればいいかっていうのをやるともうそのままできちゃう。本当によ。なかなかすごかったですね、アンセッション。あれ初めて見せてもらって、いや音楽ってこういうふうにやるんか。うん、本当はね、ずらーっと並べてやるのがすごいんですよ。ね、いや本当はね、そうだけど、そうじゃなくても、うん、できるんですよ、ね。できるっていうやり方よね。あの頃より今もっとあのソフトシンセとかが進化してるんで、なんならバイオリン200人ぐらい並べることもできるんですよね。技術自体が発達してね。そう。だからやっぱり2008年と2022年も全然違います。あ、そうなんだ。全然違います。全然違う。全然違います。2010年代の進化が後半の、あ、そう。2010年代後半の進化がすごくて、もうそれはそれは。もういつでも BBC オーケストラが使えるみたいな。あ、そう。今やそうなんですね。そう、もうそんな感じになっちゃってますね、今。あ、そう。でもあの時じゃないとあの感じは取れない、うん。そうだよね、うん。それもあるよね、うん。あの時にみんながもうワクワクしながらね、スタジオに来てやってたから。あ、でもあれだったんですよね。やっぱり重荷だったんですよ。でしょうね。そりゃそうです。でしょうね。だって、それお叱りも受けましたよ。ね、そう。それで俺たちの思い出を壊しやがってみたいな、すいませんって思い出、結局ね、どうでしょうの予告編をね、なんか絶対ね、いるんですよ、やっぱりやれげゆけってみたいな、もうそれ全部駆逐してやろうと思って、一切使わねえぞと思って、だって権利関係で売るぐちゃぐちゃ言うぐらいだったら、でじゃあ、ね、できた音楽が、うん、じゃあダメだったんだったら、うん、いや俺だってそれはね昔の方がいいと思ったけど、全然凌駕してたから、これ同じで樋口さんの6分の1の夢旅人、 あれも最終回のベトナムの最終回で1回使っただけなんですよ、あれ。2002をね、2002って言ってるのは、それまでずっとエンディング曲最終回まで一緒だったんですよ。回る回るようだったんですよ。それがいきなり最終回で回るよ回るって変えたけど、でもエンディング作ってるうちにこっちの方がいいじゃんって、ラストシーンの感動としてはあったじゃない。だからもうあっさりと実は変えても、今やそっちもだし、まあ、いや本間さんの作ってくれたやつもこっちじゃんと思って。でも本間さんのプレッシャーもやっぱ大きかったと思う。ね、知ってるがゆえに大きい。知ってるから。けど、ね、知ってるからこそあれがっていうところもきっとあるはずだし。そうなんですよね。もっとこうしてあしたいっていうのがやっぱ出てきて。ガメラ2のなんかあの音楽が横編にこうもう挟まっちゃって、もう刷り込まれちゃってるのがさ、うん、相当すごかったから。うん、そうだよ。確かにね、なんかどん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 お金の話はどんどん来るから、でもそれがあったけど、でも払うしか仕方がないんじゃないかなってどこ思ってたことはあったんですよね。だけど、この人は言ってた、でも本間さんやるって言ったんだな。やるって言ったんだって、多分できるんだろうと思ったわけ。そうやるって言ったっていう事実に多分、なんかすげえっていう安心感が高まりましたよ。いやでも、うん、みんな協力してからくれたんだよね、うん、だから嬉しかったですよ。でもみんな好きだったんだよね、うん、そういうことね、はい、音楽やってる人たちもね、うん、いやそれに携われるっていうのこまあね、あの、うん、怖さというか、うん、いいのかなっていうのもあるけど、うん、やるんだったら ね思いっきりもうやっちゃおうっていう。でも本間さんの音楽に合わせて予告編あなた編集するとドンピシャー合ってくるわけじゃない。そうカメラの時のやつに合わせるとちょっとなんか、うん、知ってる分違和感があるけど、うん、編集を変えたらもうそのままドンピシャー来る。そうなんそうなん。わざわざだから、ね、エンディングとかその予告編も変えたんで、うん、絵をあの音楽に合わせてね、うん、そう変えたりもしてやってっていう。だから今一度ちょっと、うん、あのアンチ派の人もちょっと聞いてみてほしいっていう。いやもういらっしゃらない。もういらっしゃらない。もうね、分かんないと思うよね。2008年ですから。そうなんだよね。そっから20本 DVD 出てますから。そうだよね、うん、もう今やこっちが本家本元になってるんだろうけれども、うん、
ていうね。カメラ2を使ってる DVD もあるあるあると思う、ね、ある初期の頃のやつはね。でもそう考えると当時のその、うん、あのバッシングまではいかないにしてもなんかね、いややっぱりって思ってる人たちの考え方っていうのがちょっとあまりにもね毒されてすぎてるなっていうね。強かったじゃないですか。強かったのがあるよね。我々に対しても強かったでしょ。そう、ね、あのなんかこう普通のところのナメスーパーのフォントを変えるだけでもお叱りをどうしてっていうぐらいのお叱りを、ね、やっぱり保守派が多いのか ね世の中ね。うん、あれは多分そういう時代で、そ そういう時代だったんだね。今はないですね。あとはもう今日ご質問も、はい、あのいくつか来てまして、来てますけど、そもそも水曜どうでしょうかね、どう好きだったのかとか、はいはい、あとはあの、ね、ポルノグラフィティの大ファンですとかそういう方からも来てまして、しかも最近はあの本間さんは J-POP 全体をやっぱり語れる方ってなってるよね。もうテレビなんかでも見ることがそうだよ、ね、とても音楽全般の多いですから、そこら辺をまた聞きたいと思いますが、ね、ちょっとここら辺でもちょっと YouTube の方は、そうだね、冒頭で、随分お話を聞けましたから、なるほど、なるほど、そういうことだ、ね、国士部分もあり、あと、あれですね、一応次の11月のゲストもご紹介させていただきましたら、あのネギっ子のナオさんというですね、アイドルの方ですね、水曜どうでしょう大好きということで、そうですか今、おじさん2人はピンときてます、聞きました今いいじゃないですか、ネギっ子、ネギっ子いいですよ、のナオさん聞いたことある、もちろん本間さんご存知、もちろんもちろん、もちろん、これはあの多分ピンと、もうちょっとあの、はい、こういう方ですと言うとピンとくると、そうですね、必ず、はい、と思いますけれども、次回11月8日ですか、11月8日、決定しておりますので、分かりました、これもお楽しみということで、はい、ということでここまで、はい、ご質問などなどは、はい、ニコニコ動画の方でやっていただきましょうかね、はい、はいはい、ありがとうございます。ということでもう、はい、そういうことで、切り替わりまして、じゃあご質問いいでしょうか、はい、質問、よいちぶどうに埋もれたいさんから。よいち。